はいどうも、ダークネスロースです。えっ、ー、と、おはようございます。<laughs> えっと、今日何じゃっけえっ、ー、と、1月27か。はい、えっ、ー、と、木曜やね。うーん。あ、めっちゃね、うんうん、めっちゃ寝起きでさ、今。ちょっと、今起きたわけじゃないけど、 えっと、まあ1時、1時間経ってないから、30分前ぐらいにまでちょっと寝てたんで、あの家帰ってから。えっ、ー、と、夕方からってことかね、夜ぐらいから、うん、寝てて、まあ、その、今日に関しては、この前なんか、この前もなんか寝ちゃったとか言うてたけど、今日に関して言ったら、普通に、あの、もう寝るべくして寝たみたいな感じ。もうね、だるくて、あの、な,なんて言うんかな、 あのまあ寝不足寝不足ではなかったんやけどあの外外がね割と昨日ね今日,今日今は割ともう夜,夜中やから寒かったりするけどあの昨日の昼とか夕方とかが割とぬくくてその感じでさその眠くなっちゃってであの帰ったら帰ったでさあの夜やからさ、まあ、ちょっと冷えてはきてたんやけど なあの布団に入ったら温度差でさ死ぬほど眠くなってあこれ寝るなと思って、うん、でまあ特にやることもないしいいか寝ようと思ってえー、っとく9時前ぐらいに寝ててで起きたら1時1時半ぐらいっていう <laughs> でこれ撮ってるのが2時ぐらいなんやけど、うん、まあいい時間やね。<笑><笑> 一番いい時間よ。ほんまにだってさ、いい時間っていい意味じゃなくて、もう普通にやることなさすぎ。うん、この時間に起きるとね、やることがないんよね、うん。なんでこの時間に起きてやることが一番ないかって、あの、絶妙な時間なんよ。あの、12時とか1時とかだったら、起きてる人もまあおるんよね。で、まあこの時間でもまあおるっちゃおるんやけど、あの、な,なんて言うんかな。 12時台とかだったら今からさ例えばその起きてるって LINE 送ったとしたらあのまだ起きてるよみたいな感じで帰ってくる人ってまあまあいるんよね言ったらまあそう俺が連絡取ってる人で起きてる人がいるかどうかは分からんけどでもまあ多分いるんよその人工的に考えるといるんよねやけどその 1>, 1時2時ぐらいになってくるまあ2時ぐらいになってくると微妙なんよねそれがまあ多分起きてる人って寝られへん人なんよ大半がまあそれがまあ目覚めた俺,俺みたいに目覚めた人とかそんなんないよね2時とかやったらだやからうんそういう人まあまあそういう人、まあ別にいいんやけどそういうなんかちょっと運,運,運要素が加わってくるやんか まあ大体の人寝ちゃってるし、2時とかやったら。うん。だからま、まして、しかも明日平日でしょ明日というか、今日平日、えーと、木曜でしょやから、ね、みんな寝ちゃってるし、うんそういう意味で微妙なんよね <laughs>。その誰かと連絡を取ったりするっていうのも微妙やし、 じゃあじゃあどうするのかって言ったらまあゲームしたりとか YouTube 見たりとかまあ動画の編集をしたりとかしかないんやけど正直、うん、まあゆっくりの編集はねやりたいんやけど23話をねやってまあもうあと23話と24話だけやからあの東宝儀大凶もなまあやりたいっちゃやりたいんやけどまあねあんまりそのコンディションが良くない時にやりたくないんよね。 正直なんか言い訳みたいに言ってるけどうーん正直ねで実写の動画に関してはまあ月末に撮るんで撮るんやからな <laughs> 月末に撮るけど月末にあげるわけじゃないからなあの編集してあげ,なかあげなあかんからでまあ1本なのか2本なのかまあね3本も4本も撮れるわけないんであの去年というかまあ去年の年末に実験的に3本ぐらい撮ったよねあの3本撮りで。 あのと日を分けてとか時間を分けてとかじゃなくてもうほんまにぶっ続けで3本撮ったんよねもう同じ服着て同じ画角でみたいなそうーんそれをやると何て言うんかなうんまあネタはあったからその時は、まあ、要は3つぐらいネタがあったから3つ撮ったんやけどなんかね、あのー、話がまとまらなくなってくるよね後半の方後半っていうか。 もう3本目ぐらいになってくると、なんか話がなんか新器臭くなってくるっていうか、うん、だからあんまり良くなかったなと思った。2本ぐらいでいいよねって、ぶっちゃけ。その方がなんかクオリティとかも担保できるし、で、それでも着替えたりとかもできるし、その方がいいかなと思ったり。はい。だから何って話だけどね。まあとりあえず、あの当面上はその実写の動画撮るのと、その東方儀大協の第23話、4話をまあ仕上げること。 まあ23話は一応冒頭の部分ができてるから、まあそれを、えっと、まあ土日かな多分。土日やな。今日が木曜やから、まあ土日でちょうどいいでしょう。えっと、まあ今日明日はまあゆっくりして。って感じかな。はい。そんな感じで、えっと、ダークネスローズでした。バイ。